はい、プレミアムミラークローム、プレミアムミラークロームとテラクローム、スパッタークローム吹いてみました。はい、まずプレミアムミラークロームですね。こんな感じです。薄く触ったなんかあんまり気にせず吹いてみてこんな感じになりました。はい、ささっと 2,3 回ですかね。まあクロームっぽくなってはいますけど、ちょっと曇ってますよね。うん、これはちょっともう一回もうちょっと薄く吹いてみようかなと思います。はい、で、こっちがテラクロームです。これ並べてみていますが、プレミアムミラークロームよりはだいぶうまくいってる気がします。うまくいってるというか、うん、ちゃんとメッキ感出てるかなと思います。でこっちは1回目最初に吹いたやつで失敗したんですけど、で吹きつけると一瞬曇るんですけど、それがさーっと乾くと同時にミラーな感じになっていくっていう感じに塗り上がるんですけど、これはね、多分吹きつけが多すぎたんだと思うんですけど、曇ったままミラー感が戻ってこなかったっていう失敗作ですね。はい、で、もうすっごく薄く吹いたのがこれです。でその後はね、もう本当に塗料がパラパラと乗るぐらいの薄さで吹き重ねてみたら、3つともこれ3個やったんですけど、同じように、ミラー感出ました。ただね、なんかうっすら白っぽくなってる気がしますよね。これね、やっぱ薄すぎるのもダメみたいで、薄すぎると白っぽくなるっていうようなことらしいので、これもちょっともう一回挑戦してみようかなと思ってます。で、失敗したこれはコンパウンドでクロームを削り落とせば下地出てくるので、下地というかベースからブラックが出るまで削り落とせるそうなので、コンパウンドかけてでもう一回やり直そうかなと思ってます。はい、でこっちがねスパッタークロームなんですけど、スパッタークロームはまだミラー感までたどり着けてないです。はい、こっちはね、さーっと薄く1、2回かな吹いて、スパッタークロームってこんなもんなのかなと思って一旦止めた状態で、こっちはさらに吹き重ねていったんですけど、もうただのガンメタになっているような感じです。でしかもね、よーく見るとひび割れが始まってる感じですね。なので、これも落としてもう一回やるのしですね。ちょっとねスパッタークロームはどんな仕上がりが正しいのかがちょっと分からずですね、これでいけてるのかな、いけてるんですかね、これスパッタークロームってこういうもんですかね、そこがちょっと分かんない。いろいろネットで検索してみてもいるんですけど、スパッタークロームに関してはなんか情報が少ない気がします。メーカーのホームページでは実車のホイールにスパッタークロームを塗った動画出てたりするんですけど、あれはクローム感だいぶ出ていた
たんですけど、あの実写の感じと模型は吹き方も違うし、多分塗料の中身も違うんじゃないかなと思うので、テックシートも違うんでね、実写用と模型用は。なのであんまり参考にならないかなと思っていて、ただあのぐらいになるのかなと思ってやってみたんですけど、こんな感じなので、どうなんだろう、どれが成功なんだろう、ちょっとよくわからない、まあ、もうちょっといろいろ試してみようと思います。